ジャースの大谷翔平投手は5日、本拠地で行われたブレイブス戦で今季初の1試合に本塁打を放った。今季25長打はメジャートップ。それどころか独走状態に突入している。アメリカデータサイトベースボールリファレンスは翔平大谷は今季、今のところ25長打を記録している。球界の他の誰もまだ20に達していない。2位のボビー・ウィット・ジュニアが19で、その後は4人が18で並んでいることからも大谷の数字がいかに圧倒的かがわかる。大谷は2021年のエンゼルス在籍時に自己最高の80長打を記録しており、現在のペースを維持すれば記録更新は確実となっている。さすがやね。すごいな。やっぱり大谷や。歴史を作ってほしい。まだまだ異次元のバッティングの序章に過ぎん。ボールを捉えるタイミングはまさに神業。このままの調子で行ってくれ。やっぱり調子を上げてきたか。あとはこのままの調子で行くだけや。これで今年はリハビリイヤーってんだからすごいよな。大谷は打球速度が速いから外野手のちょっと脇に飛んだ打球でも、フェンスに到達してしまう。これが二塁打の多い理由かと。足も速いから足で稼ぐ二塁打も期待できるし、今年はまだ一本ですが三塁打もこれからたくさん見たい。こうなってくると手術後の右腕の経過はもう大丈夫か心配になってくる。でも本来はまだリハビリ中なんだよな。今年は調子の上がりにくい4月からハイペースで数字を積み重ねてるから様々な数値でキャリアハイ記録できると思う。強く打つだけでなく足が速いから長打になりやすいんだと思う。最初の頃はいろいろ言われてたけどさすがとしか言いようがない。打者専任になってから未だ打撃に天井が見えない。今後さらに上昇しそうな気配さえ感じるし、おそらく今年は HR60 本で三冠王は確実や。今後は誰も破ることができない4割、80本くらいを目指してほしい。まだまだこれから、これからどんどん歴史を作っていくんや。やっぱり大谷が活躍し始めると毎日が楽しい。これだから大谷のファンはやめられへんわ。